山井造氏のうち、尻に穴大きい男、影じらみを移された男かくらんの女肥満の女道場派の揺らぐ、男顔病の男二系の男不眠の女小舌の、ある男風病の男公衆の女主寿病造氏は、平安時代末期から鎌倉時代初期頃に描かれた絵巻物。え、言葉書きともに、作者は未詳。当初は巻き本だったが、現在は場面ごとに切り離されている。 簡単な説話風言葉書きに一図の絵を添え構成された当時の手術の奇病や治療法など風俗を集めたものである。一巻の巻物であった16段と、これとは別に伝来した段間5段の計21段分が残り、現在は各段ごとに分断され、国宝九段など各地に分蔵。このほか、別系統の模本も伝わる。この絵巻は、現状は、角。 場面ごとに切り離されているが、本来は巻物で、江戸時代後期には、尾張の歌人で、元織のり長の門下である、大立公門という人物が所蔵していた。巻物には、土佐派の山和絵師の土佐三津による完成8年の奥書きが加えられていた。それによれば、この絵巻は、当時、廃室画と呼ばれ、全部で16図あったが、うち1図を、 大館校門から土佐三貞へ上途。三貞は代わりに白子図の模写と自分のもとにあった別の一図を肛門に送った。白子図の模写は絵巻の最後に付加された。東京国立博物館にはこの絵巻を1898年、高谷に秋田という画家が写した模本が保管されている。なお、この巻物と一連のものだったと思われる段階が複数存在し、 山井蔵氏が当初全部で何図あったのかは不明である。近代まで一巻の巻物として伝来した十五図は次の通りである。ビクロの親子、不眠の女、風病の男、小説のある男、口よりクソする男、二なりの男、顔病の男、歯の揺らぐ男、尻に穴大きい男、影じらみを写された男、か乱の女、背むしの古事帽子、公衆の女、 眠り癖のある男、顔に、あざのある、女上記のうち、太字の旧図は、名古屋の関戸家所蔵を経て、現在は、京都国立博物館像となっており、国宝に指定されている。他の図は各所に分蔵されている。関戸家旧像のものには、上記の他に早くから断幹として伝わった二図があった。この他に、前日の白子図があり、また、 同じ絵巻きから早い時期に分割されたと思われる、小星の幻覚を生ずる、男、鳥眼の女、肥満の女の3図が現存し、計21図の存在が確認される。大和文化館賞像の、針治療を含めると22図であるが、針治療の図は、画風がやや異質で、別系統のものと考えられている。作者については、本長が字に、え、かすが三つ長。 ジャク弱ンと伝えるが、正確なところは不明である。貴族な題材を扱いながら、画風は、洗練さを失わず、言葉書きの書風とも合わせて、平安時代遺末、または、鎌倉時代初頭、12世紀の作と推定されている。いずれの図もそれぞれの、病を精細に描写しているため、医学史の資料としても有用であり、当時、例えば、葉の揺らぐ、 男の図に描かれている食物や食器は、当時の一般の人々の食事の実態を具体的に知ることのできる貴重な資格情報である。六道へのうちの人道を表すものとも言うが、制作の詳しい事情は未詳である。解説については、立川昭治、日本人の病歴中高新書1976年、中島洋一郎。 病気日本酒を山書く1982年を主に参考とした。ありがとうございます。